こんにちは、バーテンダーのノートです。今日は1970年代テネシーウイスキージャック・ダニエル、この子を紹介したいと思います。この子、ジャック・ダニエルの個性は持ち合わせてるんですけども、今のジャック・ダニエルのようにいきなり攻めラインが襲ってきません。口に含むとレーズンのような甘さがふわっときた後に、ドライでビターな大人の味へ転化していきます。ストレートでも十分美味しいと思うのですが、むしろこの子は普段ジャック・ダニエル飲まれている方は普段と同じ飲み方をしていただいて、どれだけ違うか比べていただくのが面白いかもしれません。この子を作ったのはジャスパー・ニュートン・ジャック・ダニエル。1866年にアメリカで政府初の公認蒸留所となりました。しかし残念ながら禁酒法に入り、蒸留所は閉鎖に追い込まれてしまいます。禁酒法が明けた後、ジャスパー・ニュートン・ジャック・ダニエルの甥っ子が蒸留所を復活させるわけなんですけども、うまくいかずにその後プラムコーマーシャに買収されてしまいました。この頃ラベルには大きくオールドナンバー7と書かれていますが、創業者に7人の愛人がいたとか、7番目のレシピで作った、たくさんの説があり深く解明はされていません。バーボンウイスキーとテネシーウイスキーの一番の違いはやはりチャコールメロイング製法、砂糖カエデの炭を使ってろ過することだと思います。それでは今日は1970年代テネシーウイスキージャック・ダニエル飲んでみたいと思います。まずは香り。全然原稿より柔らかい。優しくはないけど、好き嫌いは分かれるな。ジャック・ダニエルらしさはずっと残る。そして味。あ、うまっ。この子は郊外の都市に住む結構ツンデレな男の子。本当は優しくて人当たりも柔らかいはずなのに、会う人会う人に食ってかかる、そんなイメージの子です。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、ジャック・ダニエルをお分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それでは間もなく営業を開始いたしますので、今日はここまで。また見てね。